カニア・ラマルカ・セラダは、スペイン・ビトリア・ガステース出身の新体操選手。16歳で出場した、アトランタオリンピックの団体総合で、金メダルを獲得した、アトランタオリンピックのスペイン新体操団体チーム。後列左から4人目、男性チームドクターの前にいる小柄な選手が、ラマルカ2006年に再会した、スペイン新体操団体チームのメンバー。前列左が、 ラマルカ1980年4月30日、タニアラマルカはアラバ県の県とビトリアガステイスに生まれた。同年6月15日には同じく新体操選手のアルムデナシドがビトリアガステイスに生まれており、シドはオリンピック4大会の個人総合決勝に連続出場している。ラマルカは1995年に新体操競技のスペイン代表チームの一員となり、 1997年まで代表チームを構成した。初めて出場した主要大会は1995年のヨーロッパ選手権プラハ大会であり団体総合で銅メダルとなった。同年の世界選手権ウィーン大会では団体総合で銀メダルを獲得した。1996年の世界選手権ブダペスト大会でも団体総合で銀メダルを獲得し、 1996年のアトランタオリンピックでは団体総合で金メダルを獲得した。当時のスペイン代表チームはタニア、エステーラー・ヒメネス、マルタ・バルドー、ヌリア・カバニーラス、ロレーナ・グレンデス、エスティバリス・マルティネスであり、スペインがオリンピックの体操競技で獲得した初の金メダルだった。15歳から17歳だった彼女たちはスペインのメディアに ラスニニャスゲオロと呼ばれた。2006年にはカルロスベルトラン監督が彼女たちの再会をラスニニャスゲオロというドキュメンタリーとして撮影し YouTube に投稿した。2008年ラマルカは自伝を出版した。ありがとうございます。